はい、皆さんこんにちは。これから第56回通貫試験の分析会ということで1時間ばかりお話しさせていただきたいと思います。担当はレック専任講師の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。まずですね、第56回通貫試験お疲れ様でした。はい、全体的な印象からまず申し上げますけれども、まあ、3科目通して見た場合にはですね、まあ、もし仮にですけども、合格基準というのはこれは11月の終わりの方の合格発表の時に発表になりますから何とも申し上げることはできないんですが、今までの試験見てきても合格基準というのはこれは6割がまあ基準であって上がることはない、下がることはあったんですけどもね、合格基準上がったことはちょっと記憶にないんで、まあ、6割の合格基準というところから見ればこれは、まあ、例年よりはやや優しかったのかなというような印象を、まあ、私は受けております。で3科目の試験ですけれども各科目ごとですね、大体どのぐらいの点取れたのかなというふうなことでちょっと分析してみました。まず通貫業法に関しましてはですね、五群選択式、複数選択式、択一式と3つの形式ですね、これで出題されますけれども、まあ、五群選択式非常に簡単です。従いまして大体ですね、まあ、20点から23点、まあ、満点が25点なんでね、満点とは言わないですけれども20点から23点ぐらい取れたんじゃないかと思います。まあ、ケアレスミスがね若干あるからそのぐらいちょっと割り引いて、考えてみましたけどもね。それから複数選択肢、これは1科目目の通貫業法、2科目目の関税法と、それから通貫実務科目ともに複数選択肢、これはもう難しいのが当たり前なんですね。答えが2つになるか3つになるか、場合によっては4つになるというような場合もあったんですね。今年はちょっと4つというのは見受けられなかったように思われますけどね。まあ、複数選択肢一番、形式としましては難しい部類に入りますが、この複数選択式でも通貫業法は、6点から10点ぐらい、5問出ますから、通貫業法の場合は、まあ、10点満点ですけども10点満点、取ってもおかしくないぐらい、通貫業法の方はもう基本を押さえておけば大丈夫だったというふうに思われます。それから択一式ですけども、これ、10問出題されますが、ここもですねそんなに難しいというようなものはそれほどなかった、5点から7点ぐらい取れたんじゃないかと思います。おしなべて全体を見るとですね、通貫業法に関しましては、まあ、6割基準でいけば27点で合格基準達するということになりますけども、まあ、30点、少なく見積もっても30点ぐらい取れてるんじゃないかと、30点から38点ぐらい取ってもおかしくないような科目だったと思います。それから続けて、関税法等ですけれども、こちらの方も通貫業法と同様に五群選択式、複数選択式、択一式どのぐらい取れたかなというようなところからお話していきたいと思いますけれども、まあ、五群選択式、これは通貫業法と同じように難しいところはあまりなかったように思います。大体は基本的な知識があれば取れたのではないかと思われるような問題ばかりということなんで、18点からまあ満点取ってもおかしくないというような問題だったと思います。複数選択肢、これはちょっと厄介な問題がいくつか出てますよね。いろいろな、まあ、第6問なんかもそうだし、第7問なんかも非常に細かいところから出ちゃっていたりするんで、まあ、いくつかはこれ関税法等で難しいなというようなイメージがあったと思いますが、これは難しい問題というのはもう誰も解けないです。まあ、まぐれでこれ複数選択肢なんで、当たっちゃうという方はいますけれども、自信を持って答えられるというような問題ではないんです。まあ、通貫試験は、特にまあ関税法、それから通貫実務科目における輸出入通貫に関しての問題として、誰もが解けないような問題を出すんですね。だからあまりそこは気にする必要ない。
難しいところが頭に残っちゃいますから、そこがすごく印象深くてですね、ちょっと難しかったんじゃないかというふうに思われるかも分かりませんが、これはもう捨て物という言い方変ですけれども、誰も解けないんだからしょうがないんです。そこを反対にまた復習で補おうとするというような必要もないです。他のところで得点取れますんでね。そういうような問題が含まれていましたんで、複数選択式の場合、関税法等に関しましては10問20点満点ですが、半分取れればいいです。こうね、まあ、8点から10点ぐらい取れたらいいのかなという感じですね。択一式問題に関しましては、これは ゼロ回答というものもあることはありますけれども、ゼロ回答を除けば消去法が取れるんですね。どれが一番誤りなのか、どれが一番正しいのかというようなところで消去法が取れますから、正解詞ですね、その中の正解詞は消去法プラスそんなに難しい論点から出されているというふうには思いませんでした。ということで、択一式問題に関しましては、2科目目の関税法等に関してですね、これは20点満点ですけども、8点から12点ぐらいは取れたんじゃないかと。全体を見た場合には、これは関税法等に関しましては60点満点ですから、合格基準6割だとすれば36点ですね。ですので、36点、ギリギリ36点から40点ぐらい、この2科目目の関税法等で取れたんではないかと思われます。そのような問題だったというふうに、私の方では考えました。問題は最後の通貫実務科目ですね。この3科目目の通貫実務科目というのは毎年のように合否を分ける分岐点と言われています。年によっては2科目目の関税法等が合否を分けるという場合もある。去年の問題なんかは、そういうようなケースでしたね。しかしながら、通貫、実務科目ですね、これに関しましても当然のことながら合否を分ける分岐点に毎年のようになるということは今年も変わらなかったと思います。そして、この通貫実務の方ですね、実務に関しましてはちょっと、それぞれの問題を一つちょっとさらっていきたいと思います。皆さん問題用意していただいていると思いますのでね、どこにポイントがあるのかなんていうところも含めて、ちょっと聞いていただけたらというふうに思います。はい、まずですね、輸出申告書、輸入申告書ですけども、この、外観全体から言うと、この申告書問題というのはおしなべて難しくないで、抑えるべきところをちゃんと抑えていれば答えはおのずと書いてあるんですね。貨物分類に関しましてはそういうようなことで、いろんなところに散りばめられているので、そのポイントの部分を探すというところが大きな問題だったんですが、ちょっと時間はかかったと思いますが、ここを押さえればこの貨物に関してはどこの番号行くよねというのはしっかりといろんなところに書いてある。それを見つけるだけの話、それを見つけられたかどうかということですけども、そこまで難しく散りばめられているわけではなくて、結構ね、分かりやすい問題なのかと思います。まず、これは申告書問題に関しましては仕入れ書の方にですね、本試験では番号を振ってくれません。したがって、解説においてもですね、仕入れ書の名称を言うと非常に手間がかかってしまいますから、あらかじめ、仕入れ書の上の方から1番2番3番4番という形で、番号を振ったと仮定した上でお話を進めていきたいと思うんですけども、1番目の貨物、これは 3D プリンターですね。で、 3D プリンターに関しましては、今年の2022年ですね、の法改正、貨物分類の法改正の中に入ってきているものになりまして、早速記載されたわけですね。で、これに関しましては、
84類ですね、これは別冊の方、輸出統計品目標の方ですけれども、84類の方の中ですよね、中の10番、1ページですね、別冊の方の1ページ、84類の中の10番ありますね、第8485項において、積層造形、三次元印刷とも呼ばれるとは、材料を例えば金属、プラスチックまたはセラミックのレイヤリング及び固形化処理によるデジタルモデルを元とした物体の形成ですね、つまりこれの表現というのがいわゆる 3D プリンターと呼ばれているものですよね、これらの 3D プリンターによってもう自動的にですね、作りたいものがコピーできちゃうと、三次元の形でコピーできちゃうというようなことが読み取れるのではないかと思いますので、これを押さえちゃうと、これは8485項ですね、こちらの方で分類するんだなと、機械ですからね、これね、マシンと書いてありますから、84類で分類されるということは想像つくと思います。いろんな類がまたがってますけども、特徴的なものはね、類の表題で、分かると思いますんでね、まず類が追えないということはないと思うんです。それから2番目はですね、これはオプティカルファイバーケーブル、これはもう貨物分類の基本的な知識の中でも学習しておかなきゃいけない部分ですね、光ファイバーですね、光ファイバーに関しては2つの類に行く可能性がある。一つは85類の光ファイバーケーブルだし、もう一つは90類の方の光学品ですね、この違いというのは何か、被覆してあるかどうかというところで分かれてきますね。被覆した、光ファイバーに上から、何か材料を、ね、かぶせている、被覆ですね、そうしたものは85類、そして、被覆してない状態の裸の光ファイバーの場合は90類と、光学機器ということになるわけですけれども、その被覆堂の効能というところは仕入れ書に書いてある。これはメイドアップオブインディビデュアルシールドファイバーというような表現、これがですね、輸出統計品目標の方のデスクリプションなんですね、こちらの方にもあるんですね。ですから、そのあたりのところは85類の光ファイバーケーブルと90類の方の光ファイバーケーブル、90類も出てますよね、このあたりのところの英文表記で探していけば出てきます。85類8544項のディスクリプションの方をですね、英文表記の8544項の項の規定で、下から4行目からですか、メイドアップオブインディビデュアルシールドファイバーというような表現があるんでね、これ探しちゃえばもう簡単ですよね。この英文はどういうようなことを言っているかというと、日本語に書いてある、ここに被覆したというような文言、日本語に書いてありますんでね、これに当たるということですから、この2番目の貨物は、被覆したファイバーケーブルになりますから、8544項に分類されるということになる。次は3番目のグラス、ミラーですけれども、ここでキーになる言葉というのは、グラスミラーの後に続くオプティカリーワークですね。これどういう意味かというと、光学的に研磨しているということになります。オプティカルということですから、これ90類の方ですね、90類の方になってくるということになりますね。光学的に研磨しているようなものであれば、これは90類、ガラスですから70類との競合になりますけれども、70類も出てますけどね、70類は光学的に研磨してないようなガラスになりますが、研磨しているとこれは90類の方、9002ですね、ごめんなさい、9001だ、9001の方ですね、この9001項のやはりここでも英文表記、ディスクリプションの方の一番最後、オプティカリーワークというような表現がありますので、ね、これは
工学的に研磨したという形、このような英文になりますから、この部分を押さえちゃえば90類だということが分かります。次は4番、これドローンですね。ドローンもこれは2022年の1月1日法改正の部分の対象になっていた貨物になります。早速これも 3D プリンターと同様に今年いきなり出題されたという形になりますね。アンマンドヘリコプター、無人航空機ということですよね。人が乗り込まない航空機ということになりますので、これは問題文の7の方ですね。問題文の7の方で1ページの方ですね。問題の方の、この1番の貨物は操縦士が搭乗せずに飛ぶように設計した、遠隔制御飛行専用のものであり、旅客の輸送用に設計されたものではなく、また娯楽用に設計された玩具でないものとするとありますから、ここだけ読んだだけで、ああこれドローンだなというのは分かると思いますし、ドローンであれば飛行するものですから88類8806に無人航空機というものが用意されておりますから、ここで分類すればいい。しかも88類の類中の1番にですね、無人航空機云々というようなことが書いてあります。そして娯楽用に設計されたことでないというふうな断り書きも問題文の方にありましたんで、88類の中の2ただし書きのところでこれが指定されていますね。もし娯楽用であればこれは95類の方ですね、玩具の方に分類することになりますが、それじゃないよって言ってるんだから88類8806号で探していけばいい。あとは細かいですけども、最大離陸重量ですね、これによって、号が分かれてくるというふうに見ればいい。次は5番はこれはライトエミテッドダイオード、いわゆる LED と呼ばれているものです。これも、LED ですから85類なんですけども、85類の方の中の11、85類の中の11ですね、のスモール B 発光ダイオードランプというところを見ていけばいいわけですね。ここのところに、日本語で、問題文の方に書いてある文言ですね、問題文の8の終わりの方、2行目、照明器具へ、装着及び交換を容易にし、物理的及び電気的、接触を確保するように設計されたキャップを有するものとするという表現が、そのまま85類の中の11ですね、中の11の B の最後の部分ですね、下から4行目からですけれども、そこに同じような文言が書いてありますから、ここに書いてあるということは8号39号において発光ダイオード光源には次の物品を含むということが書いてあるので、8号39号に分類することができて、しかもB の規定というのは発光ダイオードランプということになっておりますから、8539の52ですね、525が発光ダイオードランプということですから、もうズバリここで押さえちゃうことができるとなります。最後6番、これは GPS ですね、グローバルポジショニングシステムということですが、 GPS もこれは輸出統計品目標の最後ですね、関税地方開設というところを8526号、レーダー航空機無線機器及び無線遠隔制御装置制御機器の開設部分ですね、最後全地球的測位システム GPS 受信機も含むというような文言、これを探せばいい。したがって8526号で分類ができるというふうに押さえる。いろんなところを押さえます。これはね、問題文にもあるし中にもあったりします。
それを丹念に追っていけばそんなには手間かかんないと思います。これはね、少しは時間かかるんだけども、もう答えズバリ出てくるのと一緒なんです。で、次は輸入申告書の問題ですけど、こちらも輸出申告書の問題と同様な形で探していけば、答えにたどり着くということになってくると思います。輸入申告書の問題は、これは類としましては39類プラスチック及びその製品、それから42類ですね、の方があるし、それから63類ですね、63類中古品ですね、中古品、それから65類は帽子、67類は人髪製品、羽毛製品ですかね、それから、73類鉄鋼製品、74類銅製品、82類、非金属の工具、手工具と呼ばれているものですね、それから83類はそれ以外の各種の非金属製品ということ、もう一つあった94類の寝具等ですね。非常に多くの類にまたがってるんだけども、それぞれの類の抜粋が非常に少ないですからね、類が分かっちゃったらもうそこから探すのはそんなには手間かかんないのではないかと思います。はい、そういうふうに見ていくわけですけれども、そうするとここもですね、仕入れ書の方、あらかじめ1番から6番まで番号を振ったと仮定した上で、お話を聞いていただきたいと思います。まずは、1番の、ナイフですね、ナイフ、フォーク&スプーンオブステンレススチールとあります。ナイフとかね、フォークといった場合はこれ試行群でありますから、82類ですね。これはもう類がすぐピンと来ないとこれはいけません。これはね、ナイフとかフォーク、何かその道具を使って人が作業をするようなもの、これが82類非金属製ですね。1番の貨物はこれステンレスですから、非金属製になりますので、82類を探しますが、まずは問題文の方でこの1番の貨物に関しては問題文の7番6ページですね、注意書きがあります。別紙1の仕入れ書に記載されているセットオブナイブズ、ナイブズフォーク&スプーンオブステンレススチールは大型ナイフ6本、デザート用のナイフ6本、フォーク6本、スプーン6本からなるセットで、いずれも貴金属をメッキしてないものであるということが書いてありまして、82類の方にはですね、これは詰め合わせセットというものが2つの項にまたがっている。1つは8211項、ここに詰め合わせセットあるし、8215項にも詰め合わせセットあるんですね。じゃあこの詰め合わせセット どちらの方の詰め合わせセットにするのか、これは82類の、その上にある中の3ですね、これを読み解けばいい。82類の中の3は第8211項の、1以上のナイフとこれと同数以上の8215項の製品等をセットにした製品は第8215項に属すると。6本6本6本ですよね、全部ね、6本ですから同数、大型ナイフ6本、これが8211項にもし分類できるとしたものであったとしても、同じ数の8215項のスプーンとか、あるいはナイフね、これが同数以上あるわけなんで、8211項の方の詰め合わせセットじゃなくて8215項の方の詰め合わせセット、こちらで分類するという形になります。それから2番ちょっと探しにくかったかもわかんないんですが、まずこれ品物としましてはバターナイフですね。バターナイフというのもしっかり出てるんです。どこに出てるかというと、後ろの方16ページですね、関税率表解釈抜粋のところの7323号にまずバターナイフ出てきます。バターザラ、ごめんなさい、バターナイフじゃない、バターザラですね、バターディッシュ、バターザラですね、これが出てきます。そして、これはバター
立種ですけども、7323項に出てくるんですが、73類は鉄ですよね、鉄鋼製品。しかし2番の貨物はオブコッパーとありますので、銅なんです。じゃあ銅の場合どうなのか、これはその解説、73類の先ほどの解説の下に7418項ってありますね。7418項があって、省略の後に7321項、7323項および7324項の解説はこの項において順用するという表現がありますから、これは7323項の食卓用品には、これはバター皿ですね、バター皿が入ると。その考え方は銅の場合でも同じだよというふうに読み解くことができますから、7418、74類は銅になりますのでね、74類の7418項、これは食卓用品等ですね、にここに分類できると。74類もう1個しかありませんからね、74類銅だということで、まあ押さえとしてこの解説を見ればいいのかなという感じです。74類1個しか該当するものはないですよね。7418100001ということですから、コパーとどうだということで、もうここで多分大丈夫だろうと抑えることができちゃう。次は3番目のウォン、ヘッドギアオブレザー、コンテーニングファースキンということですけれども、これは、まあ、ウォンというのは中古なんですね。問題文の方に補足が書いてある、問題文の方の9番7ページの9番に別紙1の資料書に記載されているウォンヘッドギアオブレザーコンテーニングファースキンは使い古したものであることが外観から明らかであり、サックに入れて提示するものとするとありまして、中古用品に関しましては63類の方に中古の衣類その他の物品というものがありますが、ここに持ってくるためには、これは63類の中の3の B の1、2ですね、この要件を満たすことということになります。1は使い古したものであることが外観から明らかであること、2はバラ積みまたはアベールサック、その他これらに類する包装で提示すること、この要件を書いてあるのが問題文の9だということですから、この両者を合わせれば63で6309000003という要件を満たしているということですから、ここで分類すればいい。次は4番目、ピロー枕ですね、枕ですから、これは寝具ということで94類が、まあ、該当してきます。スタッフとビズフェザーアンドダウンというのは羽毛等ですね、これを詰めた枕だよという意味になってくるわけですけども、詰め物をしたということですね。スタッフとビズというのは94類の方の9404項、まあ、これは1個しか用意されてませんのでね、この項の規定を見ると、寝具その他これに類する物品、例えばマットレス、布団、羽布団、クッション、ブフ、および枕、これ枕って出てきますから、まあ、ピローが分からなかったら、この英文表記探したらピロー出てきます。枕だなというのは分かるんですね。で、これらなんだけども、何らかの材料を詰め物としてし、または内部に入れたもの、およびセルラーラバー製、または多方製、プラスチック製のものに限るものとし、衣服してあるかないかを問わない。ここの部分を読めば、あ、これは、詰め物をしたというのも英文表記でスタックルというような表現、項の規定のデスクリプションの方に出てきますので、ここを押さえれば9404項行くなということは分かります。分かりますから、あとは、マットレスとかマットレスサポートとかで出てきますけど、出てこない枕出てこないんで、最後その他のもの94049000002、ここで分類するしかないということになる。次は5番のプラスチックヒンジ、ファーニチャーですね、家具のヒンジということになりますが、
これはですね、ヒンジというのは39類、プラスチック製ですから39類まず疑わないといけない。39類はプラスチックおよびその製品ということになりますけれども、このヒンジというのはですね、39類の方の解説ではなくて、解説の方16ページの方ですねの83類の各種の非金属製品というところ、8302項でヒンジって出てくるんですよ、調子外みたいなね。で、ヒンジはこれ83類の解説でヒンジが何であるかを押さえればいい。しかしこの83類に来るのは非金属製品です。ですからプラスチック製品の場合83類持っていけません、当然のことながらね。したがってこのヒンジというのは調子外になるんだから、あとは、プラスチック製品の方可能性としてはここしかないんですね、83類は持っていけないんだから。そうすると83類ではなくて39類、こちらを見ることになりますが、一番下39263052に家具用または車体用の取り付け具その他これに類する取り付け具とありまして、まあ、ファニチャー家具ですから家具の、まあ、調子が取り付け具というふうに押さえてください。したがって5番は39263000000ということになる。最後6番プラスチック、これもプラスチックですね、ハンドルとあります。これはですね、39類の方の中の11番のこれは IJ ですか、 IJ のところになる。そもそも11番は第39205項には第2節の同項よりも前の項の物品を除こうか次の製品のみを含むとありまして、IJ のところにですね、これはまあ英文表記ですけども下から2行目の真ん中辺にハンドルという文言を見つければいいわけです。ハンドル、例えばハンドルもこれは取り付け具として39205項に入るんだよということがここで分かりますから39205項ですねで分類すればいい。まあ、39205項入ると102030には該当しないのでその他の39259052に行くということが分かります。こういうふうに、まあ、貨物分類をしていけばいい。あとは、申告価格ですけども、ね、これはもう簡単ですよね、8番、問題文の8番ですね、バターディッシュ500個については輸入者買い手は、仕入れ価格とは別に A 社からバターディッシュオブコッパーノットプレートウィズプレシャスメタル500個の生産をに使用するための金型ですねの取得費用5万円を負担し当該金型を輸出者に無償で提供する。なお当該金型は当該生産のみに使用され当該生産の後に廃棄されるとありますので、バターディッシュですね、バター皿、バター皿に対してだけこれは買い手が売り手に対して無償提供した金型ですから、しかも500個作って廃棄しちゃったわけですから全額加算と、これは2番のバターディッシュだけ加算ですよね。それからもう一つ10番ピローですね、別紙1の仕入れ書に記載されているピロー、ヘッドギアオブレザーコンテーニングファースキンは使い、ごめんなさいその下だ、別紙1の仕入れ書に記載されているピロースタッフウィズフェザーアンドダウン200個について輸入者買い手は仕入れ書価格とは別に A 社からピロースタッフウィズフェザーアンドダウン200個に取り付けるための洗濯ラベル200枚の取得費用1万円を負担し当該洗濯ラベル200枚を輸出者売り手に無償で提供する。なお当該洗濯ラベル200枚は我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている事項のみを表示しているものではないとありますね、我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている事項だけしか記載してなければ加算しなくていい、じゃないって書いてあるんだからこの費用というものは加えなければいけませんということですね。まあ、非常に簡単です、ここはね。ですから申告価格はこれはもう
CIF 価格ですしね、換算でと130円かけて、2番のバターディッシュと4番のピローですね、これだけ5万円1万円それぞれ足せばいいという形ですが、ここはもう間違いなんじゃないかと思いますね。はい、ですから今のところを見ていくとバッバッバッと喋っちゃいましたけども、第1問の輸出申告書、第2問の輸入申告書、これ全問取れるんです。実は取れる、ただやっぱりどうしたってそれはケアレスミスとかありますんで、まあ多少は取れないのはしょうがないですね。なんだけども、この部分に関しましては、ですから私先ほど申告書の部分はどのぐらい点が取れるかというと15点から20点、まあ20点満点ですけどね、だから15点は取ってくださいということですね。うまくいけば20点取るのも全然問題ない、不思議でも何でもないというところですね。それから次は第3問、ここからちょっと申告書問題から離れます。第3問はですね、これは足の2番がちょっと問題だったかなというふうに思います。足の2番、地域的な包括的経済連携協定 RCEP ですね、の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物にかかる納税申告をしたものは当該貨物について当該協定の規定に基づく関税の状況の便益の適用を受けてない場合において、その適用を受けることにより当該納税申告にかかる納付すべき税額が課題で、となるときは当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に限り税関庁に対し当該納税申告にかかる税額について公正の請求をすることができる。長い文章ですけれども、いわゆる経済連携協定に伴う税率というのは一般の税率よりも低い税率がほとんどなりますので、つまり多く払いすぎちゃった。この経済連携協定に伴う税率を適用しなかった。でも適用できるような状態になった場合、これはどういうことかというと、簡単に言っちゃうと公正の請求ができる期間、これを考えればいい。納税者が公正の請求をできる期間というのは、これ1年以内に限らないんですね。輸入許可または許可の日から5年以内等と。いうふうに、まあ、輸入許可の引き受けがあった場合はまた別ですけどもね。ということで1年以内じゃないと、公正の請求ができる期間はどのぐらいですかというふうに置き換えちゃうと簡単な、長い文章だからちょっとね迷っちゃうかもわからない。ここだけがねポイントになってきまして、それ以外は答えられます。1番と5番ですね、これが正解詞になるわけですね。それから第4問は、これは貨物分類に関するものですね。84類、機械類に分類されるものどれかということですが、ここもですね、貨物分類の、まあ、学習これをなさっている方であれば、まあまあそんなには難しくない。1番のプリンターと3番の家庭用冷蔵庫、これは84類、2番の真空掃除機、スマートフォン、それから電子機器の来る、まあ、電気電子機器なんて書いてくれてますから85類ということになるわけですね。したがって84類は1番と3番。次は第5問は、これはですねちょっと難しい、通貨実務科目における出入新通貨に関わる問題としまして、よく出題されてくるのがいわゆる事前教示制度からの出題。事前教示制度からの出題というのは、これはもう ほとんどが基本通達レベルです。非常に細かいです。ですからまあ基本的なものは、例えば事前教示制度でも択一式問題で出題されてくるのであれば、まあ取れないことはないんですが、複数選択式で、事前教示制度、しかも基本的な事項のみならず細かいところまで出題されてきますから、ここはできなくてもしょうがない、目つぶっちゃっていいです。ここはね、答えはまあ1番と2番と5番という形ですけれどもね、まあここは取れなくてもしょうがないです。第6問、6789010ですか、これもここはまだ複数選択肢か。
第6問はこれちょっと戸惑ったかも分かりませんけども、内容をしっかり読むとこんな簡単な問題ないんですよ。これはいろいろ書いてあって、こんなの類の問題は出題されたことがないっていうんで、泡を食っちゃうとちょっとパニックになっちゃう。なんだけども、何を言いたいかというと、割合を出せばいいんですこれ。どうやって割合を出すかというと、下表1の原産地規則の中で、計算式出てますね。 FOB 価格分の FOB 価格マイナス VNM ということでね。 VNM なんか知らないよって、知らなくていいんです。ちゃんと書いてくれて、この場合において VNM とは産品の生産において使用される非原材、原産材料の価格を合計した価格、ここなんですよ。その非原産材料の価格を合計したものをどうやって出すか、下表にこれを見ればいい。全体はこれは FOB 価格2000円であるということを言っているわけですから、この計算式に FOB 価格は2000円を入れて、それから分母の分子の方ですね、分子の方、上の方は2000円から VNM、 つまり、問題文の1で言えば ABCDE 全部ですよね。 ABCDE 全部、これは、下表ですから、下表 A から E までの原材料を使用して製品 Y が X 国において生産されたものとするということが書いてありますので、この350、それから150、250、500、これ全部足せばいいんですね。そうすると1250円になる。2000円から1250円、引きますね。そうすると750円になりますから、2000分の750という割合になる。それをパーセンテージに直すだけです。でこの計算式に数字を入れるだけの話なんですよ、この問題はね。したがって、50% を超えていれば、この X 国ですね、X 国で生産されたものとみなせればいいので、50% をこれは超えないものか、原産品とされないものですから、50% を割った部分ですね、1番と4番と5番が 50% をこの計算式に数字を入れた場合、割ってきますから、原産品とされないのは1番、4番、5番ということです。次は7番。7番もこれも原産地になるかどうか、原産国になるかどうかということですが、問題になるのは、問題文の足の2番ですね。 B 国、非原産国から輸入した B 国で生産されて縦メリヤス編み物を使用して A 国で生産された男子用のスーツというものですが、これは61類ですね。メリヤス編みを使用して、生産された男子用のスーツ、品物としましてはこれは61ですね、6103項のものになりますから、61類に関しましてはその上にある品目別原産地規則、これをクリアしているかどうかというところで判断する。61類はメリヤス編みまたはクロス編みと製品にすることということで、このメリヤス編みまたはクロス編みという表現、これをどう捉えるか。メリヤス編みを作る、クロス編みを作る、つまり編み物を作るところから原産国で生産しないといけないというふうに読むんですね。そうすると足の2番の貨物は、B 国で生産されたメリヤス編みですから原産国じゃないんですよね、これね。 A 国が原産国になるためにはメリヤス編みをそのものを A 国で作らないといけないというふうに読めば、これは原産国にはならないということで、1番と3番と4番、これがね原産国になってきます。それから、次は消費税ですね。消費税の問題はこれはねもう解いてもらいたい。なぜならばこれ3年連続出てるんですよ。ですから過去問、去年おととしの過去問をやっていれば解けないとおかしい。これちょっとプレゼンター画面に映しますけどもね、
このような計算式でやればいいということですね。まあ、関税額の算出に関しましてはちょっと端折ってますけれども、消費税の計算とそれから地方消費税の計算、これは別々にやります。消費税に関しましてはここのまずここがポイントですけれども、課税価格1000円未満切り捨てる前の価格ですから、100円単位のものまで入れた価格プラス関税額は100円未満を切り捨てた実際に納める関税額を入れます。そして合計を出して、そこで初めて合計金額から1000円未満切り捨て、 7.8%、 6.24% ありますけれども、人の異業に供されるものに関してはこれは、軽減税率適用ですね。人の職業に供されないものは標準税率 7.8% になりますので、オレンジジュースはこれは人の使用引用に供されるものですから軽減税率 6.24% で計算する。それから魚のくず、それからプラスチック製バッグですね、これに関しましては、人の食用に供されないですから7.8% 適用。そして地方消費税に関しましては、消費税を出した後、その消費税に基づいて、地方消費税の計算をしていくことになる。その消費税の税額100円未満切り捨てた額に22÷78、まあ78分の22をかければすなわち地方消費税が出てくるということになる。この計算式が分かっていれば解けます。はい、それから次第9問ですね。第9問はこれはここもですね、最近よく出題されてくる問題で、延滞税の計算ですけれども、これは納期限の延長制度を使った場合に、その後で有利の許可の後で修正申告が発生した場合は、その修正申告に伴う不足税額に関しては納期限の延長適用できるかというようなことがポイントなんですね。これできない。なぜならば納期限の延長をするにあたっては担保の提供というものが義務付けられている。しかしながら修正申告は当然足りなかったわけですから、当初申告において、担保提供は予定してないです。初めに、担保提供されてないんで、その修正申告に引っかかる不足税額に関しては残念ながら、納期限の延長これ認められないという形になるので、原則通り輸入の許可の日が法定納期限になります。したがって輸入の許可の日の翌日からが延滞日数確定と、まあ、延滞日数がかかってくるということになるんですね。それから10問、11問、12問、これは課税価格の計算問題ですけども、まあ、これ結構簡単だったと思いますよ。もう得点源ですね。全問取れないでおかしいぐらいです。まずはね、第10問は買い付け手数料であるということが分かればいいし、3番の足ですね。それから4番に関しましては、2と5はこれは輸入港到着後の費用なので加える必要はないというところを押さえればいい。それから第11問に関しましては、これは、仲介手数料ですね、が入ってきますが、まずその前に値引きですね。値引きちょっと細かいんです。これ計算間違いしなければいい。150個のうち51個から100個までの50個は 5% ですから、初めの50個は値引きないんですよ。ですから51個から100個までの部分を 5% 引いてあげればいい。それから101個から130個まではこれは 10% ですから 0.9 かけてあげればいいですね。30個ね。それから最後の131個から150個までの20個に関しては 0.85 かけてあげる。それぞれ足していけば値引かれた後の金額が出るということになります。そこを間違えなければ大丈夫ですね。はい、それから、まあ、3番は仲介手数料なので加えるという形になってくる。4番の保険料はね、これは25,000円払い戻されているからこれは入れないよということです。第12問、これは例外的な決定方法からの
出題ですね。これも基本的な事項が分かっていれば何のことはないですね。まず足の2番と3番に関しましては、買い手と特殊関係にあるかないかで、これは特殊関係にある方の販売価格は採用できないというところになりますから、2番を使わず3番のこちらの方は、類似の貨物ですけどね、特殊関係のないものですから3番の価格を適用する。3番の価格適用するにあたっては、国内販売価格に基づく計算に関してはですね、単価ごとの販売にかかる数量が最大である、販売にかかる単価に基づいて計算するということですから、400台の方の18,000円、これを国内販売価格にするということです。あとは余分な費用を引けばいいということです。非常に簡単です。これはもう10問11問12問必ず取っていただかないといけない問題です。サービス問題ですね、これはね。それから最後13、14、15、16、17、択一式問題ですけどね、これに関しましても13問はこれは、正解肢1番簡単です。輸出取りやめ再輸入というやつですけども、輸出の許可を得たものは外国貨物船に積み込む前に取りやめになったら、これは外為法上の規制はかかんないんです。なぜならば外国貿易船積んだ時に初めて外為法上の輸出になる。積んでないと輸出になってないんです、外為法上ね。ということで、これは、輸入貿易管理で、今度再輸入になりますから輸入になりますけども、輸入貿易管理での規定、輸出されてないんだから輸入になってないということで、1番が正解肢になる。14番、第14問は、これは正解肢がちょっと難しいですね。4番になりますが、複数の輸入の機関にかかる特例申告について、これらの特例申告が同一の特例輸入者にかかるものであっても、その輸入の許可を受けた数量または価格に変更があったものについては一括特例申告を行うことはできないことされている。これはちょっと見慣れない文言が多くあると思いますが、これ択一式問題、ゼロ回答もありえますが、ゼロ回答というものを選択しないんであれば、消去法で他のものはこれは誤りというのはすぐ分かるんです。1番2番3番5番はこれは誤りだということが分かります。問題になるのは4番なんで、これをゼロ回答あるいは、これが正解肢にするかというところの判断だけなんですね。答えられなくてもしょうがないんですけども、消去法を使えばこれ4番これを選ぶはずです。それから15問、これはですね、これもサービス問題の一つです。貨物分類に関しましては、一時この手のですね、形式の出題というのはなかったんですが、結局 ABCDE の中で属さないものの組み合わせはどれかということですが、組み合わせは5個しかないので、3問分かったら解けちゃうですね。全問分かんなくてもこれは組み合わせが5種類しかないから、3問程度ですね、解ければこれ解けちゃうんじゃないかと思います。これはね、なるんでね、結構簡単でした。これは、ね、4番ですよね、CCAAB というものがそれぞれこれらの類に属さない。第16問、こちらの方も貨物分類にかかる問題ですけど、これは難しいですね。3番が正解肢になりますが、ここはちょっと抑えるのはちょっと難しかったかなと思います。48類の類中において運も項を塗布した紙は48類に含まれてあって、48類中の M にね、正し書きとしてこれがあるんですけどもね、ちょっとこれは難しいと思いますが、これもやはり先ほどの14問と同様に消去法でそれ以外のものは、まあ答えられるんじゃないかと思う。特に2番ですね、2番の足の問題というのは、これニコチンチューインガムですけども、ここも法改正ですね、以前は38類だったんです。
38類だったけども法改正によって、タバコの方ですね、24類の方、ニコチンを体内に摂取する物品というようなものとして24類に分類されます。まあ、法改正が分かっていれば2番を抑えられますね。それが分かってないとちょっとね、2番3番で迷ってしまうね、ちょっと難しかったかも分からない。それから17問最後は、これは正解詞が簡単です。オーストラリア協定に伴うもので、詩の3番、輸入しようとする貨物についてオーストラリア税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関庁に提出することによって、当該貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品とされるものであることを申告することができる。自己証明ですよね。原産品申告書というのは、輸入者、輸出者、あるいは生産者が自らその原産性を証明すると、自己証明、自己証明に関しては、まあ、このような、ね、形、締約国の原産品であることを明らかにする書類を提出することを要しないんじゃないんですね。自己証明ですから、まあ、裏付けとして原則、これらを証明する書類を提出しなくちゃいけないというふうになりますから、ここも基本事項なんで、正解詞3番はこれは容易にたどり着くと思います。ということでバーッとお話しちゃいましたけれども、これ今録画撮ってますから、今日の講義ちょっと分かんなかったという方は、またちょっと YouTube などでね、見ていただければと思います。まあ、ここまでが、3科目に関する概論ですけれども、じゃ あ23年、来年どうなるのかということですが、ここはですね、こちらちょっと見てください。パンフレットありますね。パンフレットがあって、こちらの方、合格率出てますよね。まあ、皆さんももうご存知かも分かりませんけども、合格率直近の5年間見るとだいぶ合格率高くなってます。平成29年なんかはこれは 21.3% で、去年も 15.8%、 今年もこのぐらいいくんじゃないかと思います。もしかすると 20%、 まあもし合格基準が6割であれば 20% 超えてくる可能性もあるということで、流れとしましてはね、この流れへいくんじゃないかと思います。その前の5年間は結構きつかった、一桁という場合もあるんですね。トレンドとしましては、このような形で合格率がだいぶ高くなってきていますから、その流れというのは、まあ、来年も続くと見ていいんではないかと思います。まあ、学習方法としましては、やはり1科目目2科目目ここはですね、しっかりと基本的な知識を中心にした学習をしていただければ問題はないなと思いますし、申告書問題、あるいは計算問題、分類問題、通過日の科目ですけども、ここはもう問題を多く解くということですね。特に申告書問題は、これは項の規定とか、あるいは類中部中の規定、特殊なちょっと特別な書き方しているんで、その内容を覚えなくてもいいですけども、読み解けるようにする、読解力をつけるというところが大きなポイントになってきます。はい、流れとしましては少しずつ優しくなっているかなと、ここ5年間見るとね、まあ、この5年間ぐらいのレベルが2023年も続くのではないかというふうに思います。はい、それではですね、私の方からはこのぐらいで、あとは、まあ、この講座ですね、約開催しておりますんで、私どもの方のちょっと宣伝もさせていただきたいということで、こちらの方の通貫誌試験 のパンフレット、こちらの方から私の方が少し若干ね、専門的な言葉も含めて、お話して、その後で営業の方から続けてお話しさせていただきたいと思いますけれども、まずですね、私どもの講座で一番得意としているのは実務なんです。通貫実務科目に関しましては、こちらですね、例えば10ページ11ページ見ていただきたいんですが、こちらの方はですね、実務系の科目、単独科目がいっぱいあるんです。
10ページの方の4つ目から、基礎力実務対策講座申告書編、計算編、それから通関実務対策講座貨物分類編、そして次のページ行って通関実務対策講座計算編、それから一つ置いて実践力パワーアップ講座計算編申告書編とする。初級、中級、上級レベルでそれぞれ講座を設けています。ですので、まあ、問題数も非常に多いですし、初めに申告書あるいは計算問題が不安な方は初めの基礎の方からねやっていただければいいですし、だん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 レベルアップしていっていただければかなりの問題数をこなすことができる。ここの部分というのは、まあ、他の予備校さんはちょっと私も細かいところまでは分かりませんけれども、まあ、ここまで、初級中級上級ですね、まで用意しているところというのはあまりないのではないかなというふうに、まあ、自負するところですね。それから後でまた、営業の方から説明させていただきますけれども、初学者コース、必勝コース、それからまあ基本的なコースになりますけれども、必勝コースというのは初学者コースプラスアルファ上級の通貫実務科目を加えたものというふうに考えてください。まあ、何度か受けている方はですね、基本的な1科目目2科目目はいいよということであれば、8ページの方の通貫実務に特化した科目ですね、難関科目攻略パックというものが、まあ、金額的にも安くなるし、まあ、講座の数も少なくなりますのでね、かなりリーズナブルな値段で提供させていただきますので、3科目目の通貫実務、ここをレベルアップしたいという方には非常におすすめで、私どもの方としてもお申し込みの方でもこの難関攻略パックというのは特にね、後半の方ですね、勉強が進んでいった後で申し込まれる方が多いように見受けられます。それから今、割引というものが結構ありますんでね、後でまた詳しくやりますが、12月までの割引というのは非常に大きな割引になりますから、ぜひともこの機会にですね、ご検討いただけたらと思います。はい、それでは私のからの方の講義はこのぐらいにさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。